こんにちは。議事国などで申請が不許可になって出国準備30日とか31日になった方もいると思います。どちらもね、出国準備期間で変わりないんですけど、特に30日の場合は本当帰国することが前提のため、もう本当認定申請を考えてください。以上です。